Hello, what's up everyone? Welcome again to my channel. Dan selamat datang di Sakura Wars Chapter 7 episode 18-19, gue lupa. So anyway, di episode sebelumnya gila excited untuk kayak bener-bener ngumpul semua. Dan udahlah, banyak bacot. Sebelumnya gue terima kasih kalian telah nonton sampai sejauh ini. Kalau kalian baru nonton, silakan nonton part pertama agar kalian paham dengan alur ceritanya dan excitednya gue terhadap game ini. Dan delaynya gue main game ini berapa lama, sekian lama, dan akhirnya gue mau coba tamatkan. So, titik perubahan gue terhadap, gue udah lama udah kepikiran, gue gak mau lagi main game anime setelah gue main Tales of Arise. Dan yaudah, gue tamatkan aja sekalian Sakura Wars dan wow, let's go, continue. Oke, gua audio gua nggak terlalu gede. Ya ini aja deh. Biasanya gua sebelum mulai gua kayaknya ini dulu apa macam. Pak, save dulu ya, maksud gue save dulu, jadi gue sebelum main gue slow. Sanjo! Nantoka nakani shinryu dekita ga naibu wa magen kuukan to onaji funyiki da na. Kono kuukan de wa nani ga okoru ka wakaranai. Minna, juubun chuui shinagara susunde kure. Ikuzo! すべてを打ち倒し、経験を取り戻すんだ。了解。ルルレモン、ルルレジ、アルモンスがライン。おう。すみません。明日に輝く音で。以上の観客も魔幻空間に取り込まれているはずだ。一刻も早く解放しないとまずいな。そういや、競技場にはベルリン歌劇団もいたんだろ。あいつらも一緒に戦ってくれたら心強いんだがな。でもベルリンの cewek-cewek itu kan ya, dua, loli-loli gitu. Dia bakal tangkap.As you know, I got a little tore. He goes, oh, let's go. Ikuzo Hatsuo.
おい。それ。あれは。あ。みんな、止まれ。ベルリン。噂をすりゃ、ベルリン歌劇団じゃねえか。あいつらがいりゃ、百人力だぜ。ようやく来たか、帝国歌劇団。さあ、決勝戦を始めよう。え？準備はいいのか？整うまでは待ってやる。何冗談言ってやがんだてめえら。今はそんな状況じゃねえだろうが。待ってください。何か様子が変です。本気で歌劇団対戦だと思ってる？変な仮面つけてる。おかしい、あの仮面夜叉と同じ。まさか操られているというのか。あの仮面を通じて玄庵に。何をごちゃごちゃと言っている。準備ができたなら戦闘を開始しろ。どうあってもやるつもりですね。戦いながら元に戻す方法を探すしかないな。ちょっと待ってください。戦いながら方法を探す。あいつら最強の歌劇団なんだぞ。そんな隙があるわけね。どんな罠でも突破すると言ったけど、この罠は想定外すぎる。それでもやるしかない。みんな気を抜くな。死ぬぞ。決勝まで上がってきた強者に敬意を表する。だが我々も負けはしない。超えられるか。世界最強のシュヴァルツシュテルンを。ベルリン、エリスさん聞いてくれ。今は歌劇団同士で戦っている場合じゃない。歌劇団対戦は中止になったんだよ。玄庵の野郎がやったこと覚えてねえのか。ザレ言を。歌劇団対戦が中止になった情報確認できず、減少確認率ヌルプロセント。嘘ばっかり。我々を欺こうとしても無駄だ。正々堂々正面から向かってこい。エリスさんたち、元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はあると思ったのだ。今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。相手を動けなくさせればそれでいい。エリスの前に出るまでもないわ。私が叩き潰してあげる。さすがエリス、うまい位置取りね。こちらからの攻撃は届きそうにないわ。だったら前に引きずり出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーテさんたちを止めるぞ。分かっちゃいたけど、こいつら強すぎるぜ。でも、欧州で見た彼女たちの力はこんなものではなかったわ。おそらく操られているがゆえに動きが遅くなっているのね。手が弱い相手だ。あれ、ガレット悪い。嘘、こんなの私の計算にはない。ごめんなさい隊長。私、謝罪は無用だ。私たちは勝つ。お前の魂と共に。あ、ちょっと、いや、ジェマ、关闭。白龙，六个。啊，操！ここはどこ？私たち
何をしているの？あの時プレジデント G に。俺帝国過激団、よくもマルガレーテを。絶対に許さん。kau salah pengertian. Udah. よさまして、お前はデリス、私たち約束したじゃない、誰かの平和のために強い力を心を持とうって。ya lu yang ngerjain gua proklamasi waktu itu。おぼえとけ。私、エリスさん、あなたの力は世界の平和と正義を守るためにあるはずです。正義を守る正義力、力。やったか。私はベルリン歌劇団は無敵だ。無敵だ。くらえ！まずい、あの攻撃だ。エリス、ダメ！回避を避けて！え？私の勝ちだ。ゲンアン！エリスさん、まさか自力で。よかった。状況は把握している。みんな迷惑をかけた。いや、今はやめておこう。行け、帝国過激団。原案総鉄の野望を止められるのはあなたたちだけだ。原案の支配から脱するために、私は霊力を使い切ってしまった。回復を待ってあなたたちを追う。それが今できる最善の行動だ。わかりました、あとは俺たちに任せてください。激しい戦いだったが、各機大きな損傷はないようだな。よし、行くぞ。経験を取り戻すため中心部に進む。行くよ、ハチョ。今行く。ゲラルディがリケット。Oleh. 今行く。ほら。てりゃ。重点隠れた。ベルリンのやつら、とんでもねえ強さだったな。あれでも本調子じゃなかったんだろ。自力で原案の呪縛を振りほどくなんて。エリスさんは本当に強い人ですね。俺たちに身をもって示してくれた。原案がどんなに強大でも必ず打ち破れるってこと。よし。
行くぞ。人の心を操って戦わせる、あの男らしい手口だ。心をもてあそぶなんてひどすぎます。里の掟百条、悪を討て、それは正義だ。ベゴ、うん、やった。あ、apa? みんなと生きる明日のために戦うわ。うぜーそういや、そういや、ついてこい。ぶっ飛ばす。大きな揚力反応、この奥からです。いよいよだな。よっしゃ、行こうぜ、神山。ああ、これを阻む敵は、すべて打ち倒す。今行く。やあ、ほっ、はあ、でやっ。Bang lagi. Again. Nah. Hey. Dua. Ikse. Hit. Ikse. Yuk. Ikse. 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 Ikse.探し物はこれかね。原案相鉄。よっしゃ。原案、その提言をこちらに渡せ。渡すわけにはいかんよ。これでまた封印されても困るのでね。コーマ王様が完全に復活した後でなら返してやっても構わないが。そんなことをさせるか。貴様を倒し、元太を再び封印してみせる。やれるものならやってみるがいい。このヤシャのように貴様たちも操り人形にしてくれるわ。ヤシャ、やっぱり正体は。さあ、時はすでに満ちた。もはや貴様たちになすすべはない。さらば帝国過激だ。せいぜい苦しみながら死ぬといい。
へへへ。ベルリン歌劇団、エリスさん。何をもたもたしている。時間がないはずだ。行け、ここは私たちに任せろ。しかしその期待はもう限界だ。なめるな小僧。この程度の状況100回は経験している。貴様らとは戦いの歴史が違うの。行け、そしてお前たちのなすべきことをしろ。わかりました。ベルリン歌劇団、ありがとうございます。エリスさん、必ずあなたの期待に応えます。エリス、めちゃくちゃかっこよかったですが、このような状況は4回しか経験していません。大ピンチです。ここが5回目になり、そしてまだ見ぬ95回があるだけの話だ。相変わらずへりくつが上手ですね。うるさい。ああでも言わないといけない連中だっただろ。本当に不器用な人ですね。よくできたご褒美にとびきりの作戦を立ててあげますよ。ありがたい。勝算は。フンダート、プロツェント。Kenapa harus aku ya? Pokoknya gua katanya gitu. Berlin Kagekidan no minasan, daijoubu deshou ka? Eris-san tachi no omoi ni kotaeru tame ni tachidomaru wake ni wa ikanai. Saki e sumu nda. Ini gua nih.数だけは一人前ね。所詮は烏合の衆、アザミたちの敵じゃない。おーよ、まとめてぶっ飛ばしてやる。かかってきやがれ。同僚だ。そらへっ。
どうした、さくら。何か気がかりなところがあるか。はい。玄庵の言っていた言葉が少し気になった。これで終わりだ。ひらり万歳。敵を殲滅。ごちゃごちゃ考えても仕方ねえよ。こういう時はな、当たって砕けろだ。だろ？もう初歩らしいけど、砕けちゃったらダメじゃない。そりゃまあそうだけどな。なら当たって砕いちまえってことで行こうぜ。何が待ち受けていようと、私は決してくじけません。待って、そんな、今行く。なるほど、ディン。うっしゃっ。おいしい。いくぞ。ラプルで。聞いてくれ、みんな。これからの戦いはさらに激しいものになる。だが、俺たちは負けるわけにはいかない。안기면잘안냐。で、全ての決着をつけるんだ。OK。Oh, blok ya? Bloknya terbang gitu, caranya gimana? Abu udah amat lah. Ih, gue kayaknya kesel gitu, kayak kalau gak dibunuh. Bodoh, gue mau kelam gemes aja. この部屋は。待っていましたよ、帝国歌劇団。ラシャ。いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか。そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさんなら、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのなら、あなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す。な
何がおかしい。あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことか。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア。え、そんな、機体の生命信号がありません。え、そうだ、こんなにあっけなく。え、ゲントが近づき、ゲンアン様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。アナスタシアさん、そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。さくら、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かってる。行くぞ、みんな。ヤシャを撃破する。了解。ボーンロ、ala kontrol. Sakura, rocket sendan. Mati lo. の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ、これは。魔力解放、幻想竹見一樹。なんだあの魔力は。今までとは桁違いだぞ。何これ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。 NO! アサミさん、危ない。クラリス、クラリス。アサミさん、大丈夫ですか。うん、アサミは平気。アサミさん、怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず勝つ。クラリス。美しい友情。無駄死になのにまるで喜劇ね。無茶だ。クラリス見てて、絶対勝ってみせる。タカだ。見事な体術ですね。でもお子様はもう寝る時間よ。アサミ、アサミ。これで3匹目。ごめん、何もできなかった。足を引っ張った。ごめんなさい。そんなことはねえ。見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで、人は強くなれるってことよ。そうかな。だったらちょっと嬉しい。アサミ、勝ってね。みんな、アサミの最後のお願い。アサミ残りはあなたたちだけ。
もう諦めなさい。アザミが教えてくれた心をつなぐことが暴れるぜ。悪い奴には死に罰責め。思いの力になる面白い冗談ですね。わからねえか。お前負けるぜ。吠えていた割にその程度ですか。呆れるしかありませんね。うるせえ。よく頑張りましたが、竹三日月の力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの。人間なんて儚く脆いもの。人間は弱いなんて惨めな存在なのかしら笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もね。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。誰ごとを。見せてやるぜ、ヤジャ。限りある命だからこそ限界まで輝く炎を。アナスタシア、最初は不愛想なやつだと思ったけど、熱い心を持ってかっこいいやつだ。アザミはいつもいつもうるさくてよ。でもその明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。この圧は何なのですか。この力は。しっかりしなさい、神滅。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。消える。貴様、この力は。女をいじってやつよ。貴様、役。ハトは。ハトは。ハトは。しっかりして。悪いな、さくら。私はもう立てねえや。そんなこと言わないでよ。やだ、やだよ。行かないでよ。神宮寺さんを元に戻すのはお前の使命だろ。ハチは、さくら、生まれ変われたらまた友達になってくれよな。あの大きな桜の下で待ってるからさ。約束。おお。だぜ。神山。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか。お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞ、さくら。夜叉の因縁に決着をつける時だ。はい。魔力が足りない。早く早く玄庵様の魔力を期待に。やっ、こちらの魔力に戻るまでの時間が最後のチャンスだ。みんながくれたこの時を絶対に無駄にはしない。夜叉、今こそあなたを倒します。負けないわ。そこおまんぷくわ。
当然でしょ。私をよみがえらせ永遠の命をくれたのです。違う、前のあなたは正義のために未来のために戦い続けた人、永遠の命を与えられたからと自分の心を曲げたりなんかしない。小娘夫人、まだです。私が、この野車がこんなところで負けるはずがない。SSR どんなもんだい。なさはちかいげと。だ。さくらさん、よくも、よくも、おれ、貴様、よくも、清十郎さん、刀を貸してください。わかった。やっぱりあなたはさくらさんじゃなかった。たとえ闇に飲まれても自分の正義を貫く人、分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう、ヤシャ。私は今あなたを、自分の弱い心を切る。Dia Yaksa ya. Nanda. Apa? Apa? What? ハツコ、クラリス、アザミ、アナスタシア、え？みんな、本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に、私たちは進み続ける。次回、新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、いざ、帝国歌劇団、出撃せよ。おお、このチャプター、見事にゃ。Okay. So yeah, kita akan tunggu untuk episode berikutnya yaitu final chapter, guys. So thank you banget kalian nonton, sampai jumpa di episode berikutnya dan goodbye. Bye.